ルデイプレゼンツ、会いたかったらワンダーパフォーマンス。はい、どうもトリプレーの野美沙子です。本日は、トリプレーツアー2013エイスワンダー埼玉スーパーアリーナ公演です。イエイ。というわけでですね、今日のワンダーパフォーマンスのテーマは、事前に公式ホームページでも出しておりますが、フナッシー、そしてスカイツリー、そして西武ライオンズ、この3つでございます。ぜひぜひ面白いパフォーマンスお待ちしております。さあ、お疲れ様です。お疲れ様です。やい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 や、決めました。お疲れ様です。本当に埼玉スーパーアリーナお疲れ様でした。本当に新曲すごいいいですね。こういう音だまだしんちゃんのギュッとキヤーみたいな踊りも俺一部だけで覚えました。お願いします。願い事を壊ってみるやつですね。ぽい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 合ってる。それにこれつけてみてください。これかけない明日いけない。もうちょっと願い事を壊2回目入るからでしょ。さあ、やってまいりました。アニバーサリーツアー埼玉スーパーアリーナ1日目。素晴らしいよ。素晴らしい。皆さん、トリプル A は好きですか？この中の何人の人がこのブーディー人形を、家に連れて帰ってくれるんでしょうか。そしてワンダーパフォーマンスもどんどん参加してください。お願いします。トリプル A 好きになったきっかけをそれぞれちょっと教えてもらっていいですか？受験ってやつで負けない心を聞いて、あ、それで励まされましたね。僕は高校野球やってたんで、サマーレボリューションを聞いて好きになりました。レコード大賞で賞を取った時に見て好きになりました。それは何の曲の時でした？コールです。コール。今回のアルバムはどうですか？聞きましたか？はい、聞きました。どうですか、アルバムは？すごい、2人ずつぐらいで歌ってる歌とかは本当にもう感動するぐらい、震えてしまうぐらいすごくて、もうライブで早く聴きたいです。さあ、今日選んでくれるのはうのちゃんです。どうもお願いします。うのちゃん、どうも。はい、うのちゃん、本当に今日埼玉1日目ですけども。そうですね、やっと。しかも一番広い大きい会場なんでね、ちょっと緊張しますよ。大きいとどうなん、見える？後ろの方の人も。あ、でもこの会場はすごいスタンドがこうバーッとこうね、斜めに上がってるから結構見やすいですよ。スカイツリーもそうですよね。うん、スカイツリーは私まだ行ったことない。あ、行った。プライベートお仕事では行きましたけど、うん、中には入ったことないんで、行ってみたいとこナンバーワンです今。可愛い感じの、可愛そうな、可愛いっぽい感じのがある。可愛いそうなね。可愛いっぽいね。可愛いっぽい。そっちね、可愛そう。キュートな感じの。キュートな感じの。うん。あ、でもやっぱなんかそういうの多いんだ。そう。ふなっしー多いですよ、なんか。ゆるキャラじゃないけど、キャラといえば俺もブーディー人形売ってる時に。ペコちゃんのやつ。あ、はい、そうです。すごいね、あれね。ペコちゃんも最近だからライブでこう、うん、売り出すようになってから、うん、ライブで来てくれてる子がいっぱいいるから、うん、結構そういう子はちょっと見えちゃいます、ね。来た、うん。買ってくれてる子もいたし、やっぱりミラーを結構みんな買った。あ、本当ですか？うん、可愛らしいあれ。ぜひぜひ。うん、よし。よし。オッケー。決まりましたか？決まりました。決まりました。こんばんは。それじゃあ1万5千人以上いるということで、1万5千人のブーデーを僕にください。せーの、なんだい。みんなトリプル A は好きですか？アリーナー1階スタンド
もう合格者を今ここで発表したいと思っております。それではまず一組目、タイトルは美佐子流スカイツリーデート。それの後おめでとうございます、拍手、手振って手振って。そして二組目、スカイツリーを天使の羽のランドセルの CM の替え歌に乗せて体で表現する体操のひろみちお兄さん、その辺ですね。最後3組目、ひぎスカイツリーが浮き出る母の体、その辺ですね。おめでとうございます。さあおめでとう、さあ全員でおめでとう言ってあげてください。せーの、素晴らしい。